ね、もう一人メンバーの方がいますので、その方をお呼びしたいと思います。ではこちらへどうぞ。カスカスの声やで喋れん。はい、翔くんです。皆さんおなじみ翔くんです。次の曲に行く前に自己紹介をしていきます。ベースの長尾さん、とっても可愛い今ドラムを弾いてくれてたみくちゃんです。はい、ギターの平尾くんです。あ、いや間違えた。ごめんなさい平野くんです。ハモリをしてくれてます信長さんです。みくちゃんの私の会社の先輩です。そしてピアノの吉武くんです。私の友達です。なんと21歳だそうです。はい、水分補給をしてます。さっきまでは拙いドラムだったんですけど、翔くんに変わりまして、私はちょっと今から、3日前に決まりましたコーラスに少しだけ入らせていただきます。もう3日前に初めて曲を聴いて、そこからだったんで不安ですけど、いやすごく可愛い声なので、もう顔が可愛い。やった。というわけで、はい、じゃあ次の曲いきたいと思います。Thank you.
キッドのアニメの歌でして、今ですね根性のフィストという映画がやっておりますので、皆さんぜひコナンの映画見に行ってください。ちなみに今日は江戸川コナン君の誕生日です。さてさて次の曲がですね、あ、そう、このバンドの名前がですねノーブラなんですけど、なんでノーブラなんだろうって思った方いると思うんですが、次やる曲がノーブランドガールズという曲でして、それの略称がノーブラなんですね。決して変な意味ではないの で, でとっても楽しい曲なのでですね、皆さん一緒に盛り上がってくれると嬉しいなと思います。はいはいはい、あるんですけど、そこは一緒にみんなで手を振ってください。もちろんね。なんか振り付け私教えてもらったんですけど、昨日はいはいはいで手上げて、その後くるくるするらしいです。お願いします。皆さん全力で盛り上がってください。あ、これがなんと最後の曲です。ありがとうございます。岩瀬田くんが満載ですが、いや、ここの提供学祭にですね通い続けて4年ちょっと経つんですけど、そうなんです、初めてこのステージに立ちました。やった、ありがとうございます。今後も何歌うしかできないですけど、今後も何かありましたらぜひお誘いください。最後の曲いきたいと思います。